はい、爽快キックです。トライアルズフュージョン始めていきたいと思います。ハードのモードの場所でライト、ハードの場所でキャリアモード 59% クリア。スキルショーケースで苦労してたんですけど、なんとかクリアしたんですね。あの前回の実況動画ではコールドストレージで詰まってましたけど、なんとか、まあ、銅メダル取れてクリアして、あの次のステージに行くにはあのメダル数が、ね、足りなかったんですけど、まあ、この辺前の方の面でメダルを再度集めて、それでエキスパートクラブ解除されました、アンロックされました。それでこの面やってるんですけど、まあ、ケイブドロワークリアしたんで、コンバートオプスやってみたいと思います。難しいですよねこのゲームはね。もう七転び八起きのゲームですよ。トライアゲインの、ね、代名詞というか、まあ、人生厳しいですけどね、もう命がけでやるしかないんですよね。命を張って生きるしかないんですよ。そんな甘い世の中じゃないですね今ね。この世の中は命がけでやらないといけませんよ。よくね、世相が荒いんで無差別殺人事件とか起きてますけどね、あれね、やっぱ死刑っていうのはね、救済措置とも言えるんですよね。やっぱね、ああいう事件を起こす人は殺されるという覚悟があってやらないといけないですよ。まあ、やらないといけないですよっていう、ね、言い方おかしいですけど、やっぱ死刑はね、やっぱ軽いんですよね今の世の中ね。死刑で、ね、ぽっくりって言ったらおかしいですけど、死刑で一瞬で死ねるなら死にたいという人結構いると思うんですよね。外国ではなんかね、なんか有料でね、自殺できる、自殺じゃないな、なんて言ったらいいんだ、まあ、とにかくね、一瞬で死にたいなら消えてしまいたいという人は結構いますよ今の世の中。だからね、殺人事件のあのね、罰として死刑なんてのは甘いんですよね。昔はね、やっぱりそういう事件を起こしたらもういたぶって殺されるケースもあったと思うんですよね。一瞬で死ぬっていうのはやっぱ楽ですよ、救済措置とも言えると思います。やばい、なんだこれ。ああやってね、死ぬのは楽なんですよ。そんな生きる方がもっと辛いんですよね本当に。なんだこれ、これはきついな。だからね、ネットで悪口言うのもね、どうかと思いますよ。バイアスが取るじゃないですかね、ネットの悪口っていうのは。ネットで悪口言ってもね、やっぱリスクっていう、リスクがないですよね。言うだけ言って、あとは知らんぷりということになるんで、それではね、やっぱりバランスがおかしくなりますよ。死刑の罰で、あ、死刑の罰じゃない、殺人事件の、殺人の罰で死刑というのはやっぱり甘いですね。やっぱりそういう事件を起こす人っていうのはね、まあ、死を覚悟してやるんでしょうけど、死刑になって死ぬんならいいという考えでやる人が多いと思うんですけど、まあ、やっぱ甘いですよね。甘い、絶対甘いですよ。その死刑すらなくしてしまおうという意見も今多いので、それはどうかなと思うんですけどね。死よりもね、やっぱ一番怖いのは痛ぶって殺されることですよ。死刑なんてそんな怖くないですもん。殺人のね、罰則が死刑というのは甘いですよ。甘い、本当甘い。昔はね、拷問とかあってね、ひどい目に遭わされて死んでしまった人も多いでしょうけど、外国でもそうですよ、拷問器具みたいなありますもんね。それが今は殺人を犯しても、ね、死刑電気椅子とかで首吊りですかね、今のは簡単に死ねますから。悪なんですよ、まあ、戦争でもね、死を覚悟してる人が人を殺すんです
殺される覚悟がないと人を殺すことは許されないことですよね。だからネットで悪口言って言うだけっていうのはやっぱ卑怯の代名詞ですよね。卑怯というほか言葉が見つかりませんよ。卑怯です、本当に。まあ、このままね、中華の悪口とか多いですけど、今の時代絶対戦争起こりますからね。絶対戦争あります。平和を求めていて戦争起こらないでほしいと考えながら中間の悪口を言うっていうのがね、やっぱちょっとそれこそ本当の平和ボケですよ。平和ボケの最たるものね。戦争起こらないでほしいと言いながら中間の悪口言ってる人はちょっと甘いんじゃないかなと思いますけどね。本当甘い。戦争は近いうちに起こりますよ。近いうちかわからないですけど、いずれ起こります、今のまま行くとね。平和ボケのね、なんだこれ、70か、全然すまないな。よし、ちょっとゲームおろそかになって、なんか熱く語ってしまいましたけど、そんなことも考える時があるんですよね、こんな僕でも。今の世の中は世知辛いな、だけどな。でも平和ですよ、今の世の中は。本当に戦争になったら大変ですよ。戦争な、僕らの子供時代ね、日本で戦争なんて絶対ないと思ってました。みんな思ってたと思うんですけどね。それがね、もう今の世の中、世界の情勢見てもやっぱり人間っていうのは愚かだなと思いますね。戦わないでね、仲良くできたらいいんですけど、やっぱ人間っていうのは戦う生き物なんですね。平和は、僕は平和主義者なんでね、平和はいいんですけど、戦争を行わないでほしいな、やっぱり。やっぱね、行動したらやっぱリスクが伴うもんなんですよ。リスクを取らない、ね、選択っていうのはやっぱりバランスが崩れますよ、僕は思いますけどね。殺人に死刑は甘いですね。死刑なんて甘いですよ。昔はね、こんな甘い死刑はなかったですよ。まあよく知りませんけど、勝手なね、勝手なこと言ってますけどね。まあ、人生ね、やっぱり命がけっていうのをね、若いうちから考えられたらいいんですけど、そんな甘いもんじゃないですよ、若い人に言っときますけどね。命がけですよ、命がけでやらないと何もできない。よく自信ないって言ってる人がいますけど、やっぱ実績がないからなんですよ。若いうちにやっぱ実績作っとかないと大人になって苦労しますね。自信持てないです。なんでやっぱ若いうちは失敗を恐れないで行動した方がいいですね。まあ、それでトライアルフュージョンのように、もう死んでも死んでもチャレンジし続けるという、それしかないです。トライアゲインなんですよ、本当に。人生はトライアゲイン、本当ですよ。そんな甘いもんじゃないです。命がけでやらないと、命張ってやらないと。あ、ここらでちょっとね、物言いしましたけど、ここらでやめときますか。139回、難しいなこのゲーム、やっぱり。でもなんとか挑戦してね、クリア目指しましょう。ご視聴ありがとうございました。